チョス優勢です。ついにヒューストンから1週間ほどかけて国境の町ラレドにやってきました。このままメキシコ入っちゃおうかとも思ったんですが、やはり国境周辺は治安があんまりよろしくないというような情報もよく聞くので、明日早朝朝一でメキシコ入っていこうと思っております。今回使う国境について説明しよう。アメリカ合衆国とメキシコの国境は、東側はリオグランデ川という大きな川によって隔てられている。テキサス州ラレドの町、そしてメキシコ側ヌエボラレドの町、その近くには大きく4つの橋が架けられており、このいずれかを使って国境を越える形となる。それぞれラレドブリッジ1、ラレドブリッジ2、ラレドコロンビアソリダリティ、ラレドワールドトレードブリッジという名前が付けられており、それぞれ空いている時間や通行できる車などが決められている。調べた結果、自転車で渡れそうなのは唯一ラレドブリッジ2のみであり、それ以外の橋は渡れない可能性が高いということが分かった。当初の予定では、ラレドコロンビアソリダリティかラレドワールドトレードブリッジを渡ってヌエボラレドという危険地帯を通ることなく迂回する形でのメキシコ入国を考えていた。結果的にはそれは叶わなかったので、ヌエボラレドの市街地にいきなり出るような形となるラレドブリッジ2を使うことになってしまったのだ。そういう感じで今日はアメリカ側にまだ滞在、明日のためのちょっと買い出しをして待機ということで行ってみたいと思います。182ドルが3415ペソ。メキシコのお札は、これは500は紙で、200も紙だけど、100はプラスチックだ。へぇ。まあ、レートがいいのか悪いのかわかんないけど、しょうがなし。メキシコ、どんな国？メキシコも、アメリカ同様32の州から構成される合衆国である。面積は日本の約5倍、世界でも13位の広さを誇り、人口は日本とほぼ同じ1億3000万人ほどである。公用語はスペイン語で、文化的にもスペインの影響を強く受けている。経済的にはアメリカとの関係が深い。安い人件費を背景に自動車会社を中心にアメリカ企業がメキシコに進出している。他方で不法移民や麻薬密輸などの関係で、いわゆる国境の壁建設問題など友好的ではない側面もあったりする。次にメキシコの歴史について。古くは教科書に出てくるような古代文明が各地で起こり、現存する遺跡は世界遺産に登録されているものも多い。例えばユカタン半島のマヤ文明、首都メキシコシティ近くで栄えたテオティワカン文明、スペインによって征服され、今の国旗の図柄の元となったアステカ神話を生み出したアステカ文明など様々な文明が栄えていた。これらの文明はスペインの植民地化とともに途絶え、300年に及ぶ中南米の植民地支配の末、1821年にスペインからメキシコは独立した。独立時はサンフランシスコなど現在のアメリカ南部もメキシコの領土であったが、現在のテキサス州をめぐるアメリカとの戦争、米国戦争などで領土を失い現在に至る。次にメキシコの文化について説明しよう。メキシコのイメージが強い麦わら帽子、ソンブレロはコルドバ地方が原型の麦わら帽子となっている。11月1日2日の死者を忍び、そして感謝し、生きる喜びを分かち合うことを目的としている死者の日が有名で、この日にちなんだ置物とかがお土産としては人気である。スポーツはサッカーが圧倒的人気で、1994年大会以降8大会連続でワールドカップに出場中。かつては本田圭佑選手もメキシコでプレーしていた。次に食文化について説明しよう。中米地域では広く主食として食べられるトルティーヤと呼ばれる薄型パンが食べられている。地域によって材料が異なり、北部では小麦粉、それ以外ではトウモロコシが多い。タコスやブリート、ケサディーヤなどはトルティーヤを使った料理で、使用する具材やトルティーヤの使い方で名称が変わってくる。メキシコの料理は辛そうだけど、中南米地域随一の美食国家とも名高いので、とっても楽しみ。以上、メキシコ国家説明でした。おはよう。朝6時45分、
めっちゃ霧がかってる。これ映像が変なんじゃなくて霧がかっています。国境のめっちゃ近くはさすがにちょっと危ないかなと思って、国境から10キロほど離れたところで寝ていました。安全にゆっくり漕いでも1時間もすれば国境に着くかと思うので、その頃には7時45分8時ぐらいには明るくなっているだろうという算段で漕ぎ始めたいと思います。うおー、なんか緊張してきたな。ワクワクドキドキ。それじゃあ出発。うー、どうなるんでしょうね。なんか国境っぽくなってきたね。すごい街並みだ。ほぼスペイン語。やばい、めっちゃワクワクしてきた。めっちゃワクワクしてきたぞ。ついに世界一周4カ国目メキシコ国境まであと少しです。こちらはアメリカ入国の車がいっぱいあってメキシコに行こうはガラガラです。でもナンバープレートを見るとテキサスナンバーが一番多いから、アメリカ人が向こうから来てるってことなのかな。あ、でもメキシコのナンバープレートっぽいのもちょいちょいあるな。そしてこちら国境の川です。国境の川を渡り、ここから入国審査。こっち、メキシコ入国。パスポートのチェックもなかったぞ。これどういうことなんだろう。パスポートのチェックもなく、荷物をちょろっと眺めて、よし、行ってよしみたいな感じで、90日じゃ足りないかもしれないから180日いたいんだと。そしたらビザが必要だからイミグレーションに行けということで、今なんかイミグレーションの場所を教えてもらったんだけど、そもそも俺が何日に入ったかもわかんない状態で俺は入国できてるから、パスポートのチェックもされてないんだよ俺。これなんかもうさ、どうせ90日でほぼ出られると思うんだよね。2月3月、いや90日で出られると思うな。ジャマイカ寄ったりとかして、いやだったらもうなんかわざわざイミグレーション寄らなくてもいっか、そんな気がしてきた。メキシコ入国完了、イエーイ。以上メキシコ入国編でした。さようなら。